日本大阪府大阪市安倍野区、北畑北畑は、大阪市安倍野区の町名。現行行政地名は、北畑一丁目から北畑三丁目、安倍野区南西部に位置する。北畑の範囲は、競技では、現在の住居表示での北畑を指す。抗義では、反栄地名として、住居表示での北畑の周辺地域まで含む。地域は、阿倍野区南部から、 住吉区北部まで広がり、手塚山地域に隣接する。大阪市内では貴重な緑地も多く存在し、歓声な雰囲気が保たれている。戦前の旧姓中学校からの伝統を引き継ぐ大阪府立住吉高等学校のほか、かつては旧制大阪高等学校も校舎を構え、手塚山とともに大阪有数の文教地区として知られる。 気北畑秋家の墓や秋家を祀った安倍の神社がある。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば北畑1から6から17の地点で40万円平方メートルとなっている。北畑秋家の墓のある北畑公園に道路を挟んで隣接した地域。街路はカーブが少なく縦横に直線的に配されているのが特徴でゆとりある。 住宅の多い完静な住宅街で大規模な集合住宅は少ない。学校区は大阪市立生命級小学校、大阪市立阪南中学校。上町大地の生誕にあたり、半海電気起動上町線より西に広がる坂の多い町。道路は入り組んでいて、知らずに自動車で入り込むと身体極まってしまうことも多い。税関や水保銀行の量があるたは、 ほとんどが、小建て住宅が立ち並んでいる。学校区は、大阪市立生命級小学校、大阪市立阪南中学校、北畑二丁目の南西に隣接する、同じく坂の多い町。二丁目以上に道路が入り組んでいて、所要などで自動車を使って移動するときは道路を熟知している、必要がある。南部は、いわゆる、手塚山の一角をなす、住宅街だが、 北部には公営や市営の住宅も存在する。規模の大きい集合住宅は竹中工務店や三井、住友銀行などの社員寮家分譲マンションである。学校区は大阪市立生命級南小学校、大阪市立阪南中学校。松虫通りの拡幅により、松虫通り北側の1から2番地は飛び地様になっている。古くからの住宅街だが、 安倍の筋に接する土地が多いことや広大な敷地を、利して、個数30個を超えるような分譲マンションも多い。半海電気軌道上町線当店チャや、停留場付近はかつて、安名と呼ばれていた。現在郵便局にその名前を残すだけである。安倍の筋東側には、安名クラブというビリヤード場がある。学校区は、大阪市立生命級小学校。 大阪市立阪南中学校。北畑という地名は、当地で打ち死にしたと伝承される、南北朝時代の北畑家家に由来している。1967年、大阪市安倍野区、北畑東一の二丁目、北畑西一から二丁目と相生通り一の三丁目、北畑中一二丁目の各一部より成立。 住環境の保全を目的として1982年12月15日より、北畑三丁目には、下記の内容の建築協定が締結され、住環境の保全が義務付けられている。そのため、協定内及びその周辺では、比較的住環境が維持されている。高層集合住宅建築が計画された時には、地域の基住住民との間で摩擦が起きることもある。特に、 幹線道路沿いの十数メートルは、車線規制からは逃れられないものの近隣商業地域となっている。また、道路の拡幅事業の一環として、一定距離のセットバックを容認すれば要積率が緩和されるなどの理由で、ワンルームマンションなどの建設も可能である。実際に、基準の周辺住民から反対運動が起きたこともあった。また、幹線道路沿いでいない地域でも、 高段住宅の建て替えに、基住の周辺住民が計画の見直しを要求する事態に至ったこともあった。このケースでは、地域コミュニティが崩壊しかねない状態に発展する危惧もあったが、結果的に旧来の建物よりも影が小さくなる設計だったことや窓に、視線対策を行うことにより、現在は一定の収集を得た。このように、住環境を極めて重視する。 地域柄であることから、現在はこの地域内にコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ファストフード、ファミリーレストランの類は存在しない。2019年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、 小学校、中学校入学時に学校選択制度を導入しており、通学区域以外に、安倍の区の小学校、中学校から選択することも可能。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。2020年4月現在、大阪府大阪市安倍の区の町邸あざ一覧、人口統計ラボ。 2019年10月20日閲覧。AB、住民基本台帳人口、外国人人口。大阪市。2019年12月1日閲覧。AB、北家の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。国土交通省地加工時。 都道府県地下調査、門川日本地名大事典編纂委員会 1983P391AB、平成7年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長、あざと、総務省統計局、2019年8月16日閲覧、AB、平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、 世帯数調長、アザと総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、アザと総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、 世帯数町長,長、あざと、総務省統計局、2019年8月16日閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、あざと、総務省統計局、2019年8月16日閲覧。安倍の区市立小中学校通学区域一覧。大阪市安倍の区。 2019年12月1日閲覧。安倍の区の学校選択生成度案内。大阪市安倍の区。2019年12月1日閲覧。平成28年経済センサス。マイナス活動調査。事業所に関する集計産業横断的。集計都道府県別結果。総務省統計局。2019年10月23日閲覧。大阪市ティバスロセンズ。 大阪メトロ2020年7月24日閲覧郵便番号を2019年度版日本郵便2019年11月4日閲覧ありがとうございます